からあの油を上からかけてのとても、はい、後味がとても美味しいです。そうですね、ネギの香りがですね、はい、これ2、3回に分けて取ると綺麗に取れます。皆さんこんにちは。本日は日本料理桜井の三田シェフにお越しいただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回ご紹介していただくレシピですが、家庭でできる、日本料理の技を使った年越しそばです。今回のこのこちらのレシピの何かポイントございますでしょうか。年越しそばってまあね、年末に家で食べたりしますけど、まあちょっと普段と変えて少しちょっとおしゃれな感じで盛り付けをして、で、いつもとちょっと違う雰囲気で新年を迎えられたらなと。はい、レシピの分量は下の概要欄に記載しておりますので、こちらご覧ください。では、年越しそば作っていきましょう。はい、まずですね、麺類が全てそうなんですけど、まず多めのお湯をかけておいて、でそこに麺を入れる。ですぐ沸いた沸く状態にしておいて、でそれで、タイマーをスタートみたいな感じでかかってます。はい、で大体、市販の麺だとなんか茹で時間とか書いてますけど、1分ぐらい短く茹でるのが基本です。でまず今ちょっとお湯を沸かします。はい、で今日は市販のそばですけど、乾麺でこれは大体5分の表記ですけど、今日は4分間茹でます。はい、でお湯が、しっかり沸くのを確認してくださいね。中途半端に沸いてるのも良くないです。はい、はい、で沸いてたら、沸いてから麺をこう入れます。はい、まあすぐ全体に麺が浸かるような感じでしてからここでスタート。はい、分かるよ。ではこの間にやるべきことをやります。はい、今日はちょっとネギ油みたいなの作るんで、これネギ白に合わせて刻んで、刻んで薄切りにして、でこれをフライパンに入れておきます。これ後で使います。直接先に入れておきます。はい、でそれと、出汁を合わせてしまいます。ね、茹で上がった時にも出汁を沸いてる方がいいので、出汁と薄口醤油と、みりん、はい、とお塩、ここに入れて、まあ、出汁の濃さにもよるんですけどね、ここで一度お湯が通したりとかっていうのもあります。でこれまず合わせて置いていきます。はい、その間に薬味を刻みます。あと白ネギ、まあ長いんでね、で今日は半分くらいしか使わないんで、この辺まで刻めば十分です。もう普通にこうやりましたよね。はい、こういう感じでこう包丁距離を使ってこう押す、はい、押すようにして切っていきます。はい、できますね。はい、はい、大丈夫です、できます。はい、それぐらいで全部切ります。はい、いけるところまで行ってください。はい、はい、です。はい、はい、よくできました。はい、はい、はい、これをこの中に入れてください。で水にさらして、絞りますね。これまず茹で上がったら、氷水で落とします。で、ぐるぐる一回ね、麺を締めるっていうやつですね。この状態で止めとけば麺は伸びないんで、まあなんか大人数であるとか、なんですかね、急がない時なんかはこの状態で置いとけばすぐ食べれます。これで、まあ、この状態つけといても伸びてしまうので引き上げて、で、よく汁を切ってます。ここにしとけばすぐ食べれます。はい、柚子は、上と下を落とします。で、真ん中のところの、これ半分に切ります。今日はね、果肉使わないんで、果肉取ってしまいます。白いところで取るんです。これ一度では無理なんで、ちょっとずつね、取っていくと綺麗に取れます。だんだんこうね、広がっていくんですよ。これ2、3回に分けて取ると綺麗に取れます。
ゆっくりでいいですからね。あの家でやるときも包丁をこうただその場で上下させるような気持ちでやっとけば指も切らないですし薄く取れます。まあその多少白いとこ入ってても大丈夫ですよね、うん、あのそんなに味には影響ないです。でこの状態で刻んでいきます。こうやってこう刻んでこれぐらいです。はい、頑張ってください。はい、はい、もういいんじゃないですかね。はい、柚子も皮は水でさらします。ネギもしっかりさらして、柚子もさらします。はい、ネギもね、もうしっかりさらして、で手でちょっとほぐしながらこれをね、こう引き上げて、それでギュッと絞ります。このギュッと、でこういう状態にしておいて、でちょっとふわっとさせておきます。で柚子もなんかこうこういう状態にしておいて、でこれもキッチンペーパーで水気切ったりしておいたらすぐ使います。今日ね、ちょっと割と色も薄く仕上げてるんですよ。あのお蕎麦は濃口醤油とみりんで合わせる店もあるし、あの今日はちょっと器が白いんで、で出汁もちょっと白っぽく仕上げたかったんで、お塩とみりんと薄口醤油にします。でこれも一度しっかり沸かしてあげます。で隣で、ネギですね、よく回ります。サラダ油ちょっと多めにして、でこれでちょっと香りが出るまでしっかり炒めてあげます。はい、まあ、すぐいい香りに出てきますか。はい、わかりますか。はい、軽く火を通す。でこっちの、あの葉っぱの方は使わないです。油だけ今日はちょっと使います。でここに一度落とします。柔らかくて、で軽く沸くまで置いときます。と柚子、あと海苔ですね。これあの、まあ、手でこうちぎるだけです。あの、刻むぐらい。これ軽くちょっとオーブンでパリッとさせてますから。もうパリパリです。2、30秒入れとくだけで。パリパリになります。麺をまず丼に移します。こうしておいて、で、出汁をすぐ沸かします。もう一度、はい、もう一度沸かします。はい、こうしっかり沸かしてください。こうね、つまんで引き上げて、どうですかね、こういう感じに麺の向きをなんとなく揃えておいてで、ここで出汁入れます。はい、そのさっきのネギ油をちょっとこうザーッと垂らします、ね、こんな感じで、で薬味をこう添えますと、いい感じに出来上がります。はい、年越しそばいただきます。まずちょっと出汁から、はい、いただきます。あったまりますね。あったまりますね。あの優しい味。はい、サラダ油、ネギとサラ、はい、あの油を上からかけてるのもとても、はい、後味がとても美味しいです。そうね、ネギの香りがふわっとしてね、はい、ちょっと炒めるだけで割と香り出るんで、はい、はい、あ、そうなんですか。大丈夫です。ちょっと薬味を乗せて、はい、そばをいただきます。はい、全然大丈夫。
真っ白になるんだね。美味しいです。はい、とっても体がもはーって温まって、あ、まあね、年末もっと寒くなりますからね。ちょっとした工夫でより一層美味しい、はい、そうですね。まだあのこれだけじゃなくて、なんか生姜入れたりとか、なんかあのオーバーしその葉っぱ入れたりとか、それね、それごとにアレンジしてます。あとは梅干しをちょっと叩いてみて足して味を変えたりとか、すだち絞ったりしてもいいので、それはね、はい、いろんなあのアレンジがありますから、楽しいです。はい、ぜひ、はい、試していただきたいです。はい、皆さんもぜひ年越しそば年末向けて作ってみてください。三田シェフ、本日はどうもありがとうございました。